県内で初となる櫛かんざしを集めた美術館がオープンを前に今日報道陣に公開されました。来月に開館が予定されている琴奈良かんざし美術館は江戸時代から昭和にかけて作られた櫛やかんざしを展示するギャラリーです。館長の北博子さんが幼少の頃から収集してきたかんざしや幕末の写真などが常設展示されます。また開館を記念して大和新禄信仰かんざしや櫛などが特別に展示されます。このかんざしは160年以上前に江戸で流行し鹿の角から作られたもので安産のお守り代わりとして使われたといいます。館長の北さんは江戸に渡ることなく奈良の地にとどまっていたことから震災や戦争の被害を免れ奇跡的に当時の完全な形のまま残ったのではと話します。美術館は3月1日にオープンします。